ラジオメガネの錬金術師。皆さん、武道館のアリーナ席が埋まるぐらいのバレンタインのチョコレートありがとうございました。この場を借りて、お礼を言わせていただきます。ハリケーンズ前田です。最近お父さんがレレキンを聞いていることが発覚しました。井上奈々です。お父さん、娘さんをください。嫌です。はい。あのね、はい、ま、年末年始実家に帰った時そんな話をしたんですけれども、はい、お父さんが、うん、あのアシスタントの子からもらったネギは持ってこなかったのって言いました。そこ、いやいや、あの、うん、あれもらったの実は結構前だからっていう話をして。そうやね。まあ、だからあれだけ、まあ、美味しいって伝わったということだよね。そうだと思います。なので、うん、やえちゃん、ちょっとちゃんとした連絡先交換しようね、うん、ね、LINE じゃなくてね。ネギというのは冬ですか、一番うまいのは。この時期冬ですか。冬、年中。あ、やえちゃんちは一年中大丈夫ということで。じゃあ僕もよろしくお願いします。はい、うん、そしてですね、メールも今回届いておりますよ。はい、コロロさんからいただきました。ありがとうございます。ラジオを楽しませていただきました。のど裏クリアしましたが、うん、とてもいい作品だと思いました。ゲストの上田さんのファンですが、うん、今まで知らなかった一面を知ることができましたということで、はい、あの毎回ねゲストさん来ていただいて、うん、そのファンの方が新しくレレキンを聞いてくださってると思うんですけど、はいはいはい、やっぱり私たち声優って、はい、まあ、声優同士でおしゃべりすることがあったりとか、うん、あとは雑誌でインタビュアーさんが聞いてくれたりの返答だったりとかっていうのばっかりなので、はい、お笑い芸人さんと一緒にやると、うん、あんなに面白い一面引き出せるんだっていうところが多分ファンの人に、うん、ね、奈々ちゃんどうしたの、なんか嬉しいこと言うてくれるやん。え、どうしたの、いつも思ってること。え、ホワイトデー何もないよ。なんでないの。おかしいでしょ。そうやね、バレンタインでチョコレートね、そう、ケーキとかいっぱい持ってきてくれて嬉しかったけど、そうなんです、うん、いやでも本当に思います、はい、私もやっぱり前田さんと一緒にお仕事してるから、うん、出てきた自分の個性みたいのも多分あると思うんですよ。だから、まあ、逆に捨てた感分も出てくるよね。え、そうですね。確かに芸人と絡んでしまったために捨てなきゃならない部分も、そうありますね。そうですね。だから私真面目真面目な井上奈々だったけど、はい、ちょっと砕けられるようになってきてると思います。そうですね、うん、まあ、ね、僕もね、そっち声優さんとしかできないこともありますから、うん、そうそう、だから今日もね、うん、ゲストさん来ますけれども、はい、どんな一面が見れるのか楽しみにしたいと思います。はい、ということで今回のおしゃべりクリニックは現在も好評発売中のギャルガンで、うん、朝のスズメなど3人のキャラクターボイスを担当されている声優の春宮真由さんをゲストにお迎えします。はい、それから木下よりちゃんと大島八重ちゃんの勝手に生 CM、うん、今回最後のプレゼントになりますが、どんな商品を売りに来るんでしょうか。こちらもお楽しみに。はい、ということで今回も最後までよろしくお願いします。ラジオレレレの錬金術師、この番組はアルケミストの提供でお送りします。ラジオレレレの錬金術師。あのバカゲーが新要素満載でプレイステーション3に登場。1日限定の超モテ男になった主人公天蔵は、今日中に告白しないと一生彼女ができない。70人を超える女の子たちをフェロモンショットで薙ぎ払え。プレイステーション3専用ソフトギャルガン。アルケミスト。実は彼女に表裏がありました。 ATV プレイステーションポータブル専用ソフト、俺の彼女の裏を持って、ではスイートハート好評発売中。お好み焼きと同じで、裏表があるのは普通ですよね。
しゃべりクリニック、おしゃべりクリニック院長の前田です。ナースの井上です。このクリニックではゲストにお迎えする患者さんがどんなオタクな趣味を持っているのかを診察していきます。今回の患者さんはアルケミストの自信作ギャルガンで浅野すずめ、浜岸凪、島田優乃という3人の声を担当されている声優の春宮真由さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はじめましてですね。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なまら緊張してます。なまら今のなまらっていう言葉は北海道です、ね、北海道の水曜どうでしょうでよく北海道の言葉とか本当ですか見てるんで、っていうことは北海道出身。出身です。おー、いいですね。北海道出身って聞くとなんかこう肌が綺麗というか白いっていうイメージがあるんですけどね。これはあのファンデーションでそういう感じに。前田さん、私も一応北海道生まれですよ。あ、だから綺麗なと思いながら。でしょ、でも千葉の方が長いでしょ。最近顔がなんか落花生みたいになってきてる。うるさいな。落花生こっちゃね。もういいですね、北海道。今もう雪積もってますもんね。まだすごいですね、雪国でございますけれども。いまだに雪国は信号が縦なんですか、信号機。あ、でも縦のとこまだありますね。青森とかは信号機が横ずつけると雪が多いんで倒れるんですよ、うん、信号機の上に雪が積もると落ちちゃうんで、はいはいはい、縦にしてるんです。あ、そうなんだ、はい、お家の屋根とかもそうですよね。あと、公衆電話も階段ついてるんですよね。雪すごい開けられへんようにならないように階段つけといて雪があんまり積もりにくくしてあるんです。すごい前田さん物知り。あのこの世界ね、物知りというか営業行きすぎ。あ、そっかそっか。あと北海道、生まれ、お母さんが私を海に帰って3ヶ月ぐらいで東京来ましたけど、それも北海道関係あれんって言うてもいいが、一応生まれたじゃん、どさんこじゃん。まあね、言いたいんだよ。え、奈々ちゃんとはもう顔見知り。もう3年近くになりますね、うんうん、そうなんです、はい、仲良くしてて、はい、あのうちはあんまり人来ないんですけれども、うん、そうやね、引っ越しをしてから一番最初に、うん、そうまゆちゃんです。そう、あ、そうなんですか。いいでしょ、汚い部屋に汚い部屋その時はまだ段ボールがいっぱいあった引っ越したてのところにお邪魔して、とか、うん、私がやっているあの同人活動のドラマ CD にまゆちゃんに出てもらったりとか、うん、出させていただきました、うん、もうマブダチじゃん。そう、そこまで行ったら割とね、うん、マブダチだよね。はいね、ダンボールの中の開けても開けても漫画が出てくるの手伝わせない。あ、でもびっくりしました、本当に漫画が、うん、やめようその話。まゆちゃんの話を、皿とかいつ出てくんのよと漫画ばっかり。じゃあ私がまゆちゃんの秘密を教えてあげる、はい、え、なんでなんで。まゆちゃんはね、うん、おっぱいが大きいんだよ。何、グググ私も触らせてもらったことあるよ。何、じゃあ僕もどうぞどうぞダメでしょじゃあ私がね、うん、触ってみて大きさを確かめます。あ、はい、じゃあ、右の方が大きいんですけど。あ、いや、何のラジオやねんこれ。いい、何のほんまに握っ、こう、こう、うわ、すごい、あのねソフトボールぐらいの大きさです。割と、うん、割と大きいんですよね。こうなの、自分で掴まない、自分で掴んで揉まないようにしてください。あ、すいません、はい、ね、この手がね、平べったくなるんです、自分の触ると。うわ、もっと戻った、山崎の甘食甘食になりました今。切ねえなお、まあね、女性はそらね、はい、大きい方がええっていう方もいらっしゃいますから、セールスポイントはセールスポイントですよね、うん、はい、うん、まあギャルガンでもね、おっぱい大きいキャラクターも洋さんいましたし。そうなんですよ、大きい子やってる、一番大きい子はこの子ですね、なぎちゃん、なぎちゃんが一番大きい。スリーサイズ86、56、88ですよ。うわ、ナイスバディです。うん、そっか、じゃあギャルガンの話もちょっと聞きましょうかね。そうですね、はい、うん、じゃあその今回というか、まあギャルガンで3人のキャラクターを演じたということなんですけど、うんうん、それぞれどんな子ですか。それぞれまずですね、3人いて、1人目のすずめちゃんという子がですね、うん、もう本当に元気いっぱいで、うん、放送委員と、あと鉄オタなんですね、鉄道研究会を掛け持ちしている子で、もういつもテンションが高くて、出発進行とか常に言ってしまうような子でございまして、ツインテールです。あ、いいですね。あ、ツインテール好きですか。普通です、僕はショートカットオンリーです。ショートカット、私これ完全にダメパターンじゃないですか。はい、はい、そしてなぎちゃん、浜岸なぎちゃんという子がですね、この子もすずめちゃんと同じ2年生なんですけれども、科学部の部長で、こう冷静な女の子で、すごい低いトーンで喋る子だったんですけれども、カエルが超苦手で、カエルの実験をこう科学部でするじゃないですか、はいはいはい、すると気づいたらいないみたいなキャラク
ました。可愛いところもある。そうなんです。可愛かったです。で、3人目の島田ゆのちゃんという女の子が、あの、超貧乏なバイト少女。で、ファミレスと新聞配達とガソリンスタンドでバイトを掛け持つっていう。めちゃめちゃ働いてます。超頑張り屋な、高校生なのに頑張り屋な女の子。で、あの、男の人が苦手で、一番こう、ポソポソ喋る女の子でしたね。はい。なんかギャルガンのこの女の子のプロフィールをまじまじと見るのは私初めてなんですけど、僕もですね、あの、まあ、誕生日血液型身長3サイズ、部活まではわかるんです、その下にすごく感じる場所と最も感じる場所があるんですけど、何が違うんだって話ですよね。あの、これね、すごい、そのギャルガンの中で、その女の子をガンで撃つんですけれども、すごく感じる場所をに当たると感じる声を上げるんですよ。で、最も感じる場所を当たるとものすごいエクスタシーですね。このね、最も感じる場所、すごく感じる場所を僕らプレイさせていただいた時に、知ってれば僕狙い撃ちしてたんですけど、あの時でまだこうデータが、え、どこが好きですか？僕最近ね、あのガチで答えと、おへそが大好きでですね、女性の今、いろんなそのグラビア見ては胸とかをスルーしておへそ見てますね今。じゃあ、すずめちゃんとゆのちゃんは、最も感じる場所がおへそなので、はい、ここを当てれば、まゆちゃんのエクスタシーな声が聞けるってことです。そうですね、ちなみに、はるみやさんの何を聞こうとしてんねん、え、どこだろう、何もないです、答えなくていいです。すいませんでした、答えなくていいです、全力で、はい。もうね、まゆちゃん NG がなさすぎて、そうですね。はい、いいですね、でしたね、すごいゲームでしたね、やってて楽しかったですよ、でも、あ、でもすごい楽しかったです、エクスタシーが、いやいや、そこかい、そこなのね、はい、はい、あの、女性とちょっと外出てもらえるかな、おっちゃん聞きたいこといっぱい出てきたから。私も出ていいですか？次の話いきますか。はい、はい、まゆちゃんは、PS3 版のギャルガンのドキドキカーニバルエンディング、はい、ラブミー68に、歌手として参加されたとのことですが、はい、その収録時の思い出話なんかありましたら。思い出、そうですね、やっぱりお歌を何度か収録させていただいたことはあるんですけど、いずれもやっぱりこう一人でブースに入って後でっていうことが多かったので、今回20人以上で一気にガサッて大きいスタジオに並んで、こうマイクをみんなで囲んで一度に歌うっていうのが前代未聞でしたね。すごいびっくりしました。一瞬撮るよみたいな、本当ですかってなって、あと、サビは全員で歌わせていただいてるんですけど、その A メロ B メロみたいなとこはソロパートを歌う子っていうのが6人いて、私もソロを歌わせていただいたんですけど、その日初めて会ったんですけど、超仲良くなって、もうそのまま一緒にご飯とか行ったりとか、今でも付き合いのある子もいて、それがすごい嬉しかったですね。そう、綺麗な話になっちゃって、いいんだよ、はい、綺麗な話でいいですよ。何、はい、あ、お、なんか来た。今ですね、はい、あのスタジオの中にパソコンが持ち込まれまして、そのまゆちゃんが歌った曲の、PV、がここで見れるということなので、じゃあちょっとまゆちゃんに曲紹介をしていただきながら流しましょうか。はい、それでは聞いていただきます。PS3 版ギャルガンのドキドキカーニバルエンディング曲、ラブミー68。
はい、いいのを見させていただきました。はい、ありがとうございます。これってどこかで見れたりするの？YouTube で。まゆちゃんでもそんな変わらないね。あ、安心しました、うん、すごい自分ではあ、わっかと思ったんですけど2年前くらいなんですけど、うん、大丈夫、まだフレッシュだよ。大丈夫ですか？現状維持してますよ、うん、大丈夫です、大丈夫です、頑張ります、はい、そんなわけでそろそろ問診の方にね、はい、行きたいと思いますよ、はい、さあ今回も答えてもらってますが、まずゲームアニメに関する質問ですが、一番ハマったゲームは何ですか？これ多いですね、やっぱり世代的にドラクエ。はい、ドラクエは好きですね。現在も、はい、六本木にあります、はい、ルイダの酒場っていうお店があって、うん、ドラクエの公式のお店なんですけど、そこで4年間、うん、勤めておりました。じゃあ好きだとやっぱりお客さんとも話弾むでしょう。あ、でもやっぱりそう楽しいんですね、うん、ドラクエ好きの方が多いので、うん、すごい話するのも楽しかったですね、うん、あと好きなアニメはと、はい、ちょっと懐かしいところやね、ラーゼフォン。ラーゼフォン大好きなんです。わかります、わかります。10年前くらいなんですけど、うんうん、本当にすごい何回も見てましたね。そんな前か、ちょっと前に、ちょっと前に感じるんですけどね。なあ、はい、そんなに前なの？もう俺の中で幾千年前に聞こえてくる。幾千年前の作品に。はい。あとアニメのキャラクターに恋したことありますかと。はい。ハンターハンターのクラピカ、不思議遊戯のノリコ、ワンピースのサンジ、この面食いが。はい。面食いやな。面食い。まあ、あれですね、うん、中性的なキャラクターが好きで、オカマとか、うん、待って待って、サンジさん中性的だ。サンジさん、そっか、サンジさんは男臭いよ。なんでしょうね、あの、うん、女性に優しい。あ、でもそうだね、フェミニストの方が好きですね、うん、優しい感じだね、はい、クラピカは人気ありまんな、うん、大好きですね。塗り子はわかる、わかります。塗り子はね、うん、あの女の格好をしてるんですけど、うん、でも時たま見せる男らしさもかっこよくてね、超かっこいいですよね。死んだ時泣きましたもん。もう本当に泣いたわ。学校行けないと思いましたもん、うん、すごかったもんね。まあ後で話してくれるから、喫茶店で。失礼しました、はい、コスプレの衣装持ってますか？持ってます。はい、春日のミクルちゃんや、あとディズニーのいろんなねキャラクターを持ってるということで、はい、うん、昔はもっとたくさん持ってた。あ、そう、持ってます。レイヤーだったんですか、この世が入る前は。そうですね、コスプレすごいハマってる時があって、うん、毎月してましたね、はい、そんなに。はい、それは自分で作る。自分で、おびんぼなので布買って作ってました。素晴らしい、はい、うん、あと声のコンディションを保つために何かやってますかと。はい、毎日マスクをしてるか、加湿器をつける、はい、あと気になったのこの冷たい飲み物は飲まない。冷たい飲み物は喉に悪いんですか？はい、悪いまでいかないのか。でも、うん、喉をなるべく冷やさないように、うん、あ、そういうことね。ご飯食べに行っても、うん、アイスティーとかその氷が入ったものは絶対飲まないようにしてますね。へえ、ピッチャーの肩冷やしたあかんみたいなもんなんかな。あ、なんかそんな感じ。喉使った後は冷やすみたいな感じちゃうかな。今ピッチャーもそうなんです。やってる間はなんか抜くべてるんですけど、終わったらすぐアイシングでガッと凍らすんですよ。昔は絶対それやったらあかんかったのに、現代科学からしたら逆にガッて冷やした方がいいんですって。もしかしたら喉もそうかもわからないです。仕事終わった後は冷たいのでガッと冷やした方が。そうなんですか、先輩。いや、聞いたことない。いや、まあね、野球と声は違いますからね。まあ、野球のあれはね、筋肉ですもんね。そう、私たちは整体だから、はい、やっぱ冷やさない方が、うん、いいのかもしれない。筋肉ついても分からへんけどな。うん、あと、私生活に関する質問です。はい。朝起きて最初にすることは、パジャマ脱いで体重。女子、はい、うん。もう全裸になって。うん、ちょっとでも軽い状態でちょっとでも、そう、そう、全裸になるの、うん、そう、そうです。マスクして寝るんですけど、うん、マスクとかも全部取って、うん、よしって言って、うん、この寒いのに朝からそうなんです、副業です、はい、試合前のボクサーみたいでもう一回こんなはずはないって言ってさ、トイレ行ってなかったんや、でトイレ行ってからまた測ったりするんですよ。あ、そうそうそう、そういうことですね。やっぱしトイレのせいやったとホッとするわけですね。分かってらっしゃる、うん、はい。あと世の中からなくなったら生きていけないというものはグミ。グミですね。毎日食べてますか？あ、本当にもう今日も食べてますね。今日はピュレグミのレモンを食べております。うん、すごい。僕がね、よう一回だけ読み版に言われたことが全然自分では気づいてなかったんですけど、まあ、8年ぐらい付き合ってたんで、うん、まあ、結婚生活の10年か18年おんだけど、唯一あんたを可愛いと思ったんは、付き合い始める頃しょっちゅうグミ持ってるって聞いてきたんです。俺嫁版に、へー、で嫁版しょっちゅうグミ持ってたから、うん、なんかそれが女性的にキュンってきたって初めて言われましたけどね。グミ持ってる？なんか僕グミが好きで、
で、あの前田君と会う時は常にグミいろんな味を買っていこうっていうのを心がけたみたいなのを、うん、最初で最後ですからね。僕可愛い可愛いって言われて、奥さんですか、僕じゃなくて。奥さん可愛い、まあ、でも18年間で最初で最後ですけどね、それ言われたの。可愛いと思ったって本当ですか、うん、あ、オンリーワンですね。今おすすめのグミは、おすすめのグミですか、うん、あのパートドフリュイっていう、うん、あのフランスのお菓子をテーマにしたグミがあって、うん、それのライチ&フランボワーズがすっごく美味しいです、うん、伝わらなさ。いやでも本当に好きな人の語り方でしたよね。ロースさんあるもんね今ね、グミ。そうなんです、うまいことレジのところに置いてるもんね。置いてある、あ、じゃあこれ持って、ね、なっちゃうんですよね。あと現在ハマってるもの、パンケーキの食べ歩き出た、はい、女子だ、また女子だ。あれ何、原宿で2時間ぐらい待ってずっと、そこまでして食べたいかと思う時あるけどね、うん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 、あまり並ばないお店が好き。あ、そうですか。というとちょっと語弊があるんですけど、いやいや、なんかこう今のパンケーキってすごい華やかじゃないですか、はい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 、いっぱいクリームとか、うん、そうそうそう、そういうのよりは、うん、なんか小さい喫茶店で、うん、あの昔ながらの、うん、味を保ってますみたいなところがすごい好きで、うん、平日を狙っていくと割と並ばずにスッと入れますし、うん、のんびりできます、うん、パンケーキとホットケーキの違いってご存知ですか。教えてください。これ間違って、もともとパンケーキ間違って、パンケーキっていうのはケーキとか甘いので食べたらダメなんですよ、うん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 、甘く盛り付けてんのはパンケーキじゃ、甘く、ね、して食べるのはホットケーキなんです。だからガーナこのクリームのしたりとかしてるのはパンケーキの本来の姿じゃないらしい。じゃないんだ。パンケーキは朝食として朝のおかずっぽく、うん、サラダとして食べるとか、そんなんなんですね、ご飯。そうなんです、朝食としてね、甘くせずに食べるのがパンケーキだって。そうなんだ、物知りですね前田さん。まあ、腐っても漫才師やからね。何でも知ってますね。はい、あとちょっとマニアックが原因で失敗したこと。高校の時に漫画ハマりすぎてそれを語りまくってたら疎遠になった子がいっぱい出てきたと。これ奈々ちゃんにも当たりハマりますね、これ。いや、ね、私疎遠まではいかないですよ。ただ、うん、まゆちゃんがさっきからいろんなことを話すたんびに、うんうん、躊躇した瞬間があるよね。なんか語り始めて、あ、そっか、今弾いてるみたいなの言ってるから、うんうん、ちょっとトラウマなんじゃない。トラウマですね。特にあの覚えてる範囲でいいですが、何の漫画語りすぎてちょっと友達が痛くなったとか、うん、そうですね、テニスの王子様ですね。あ、テニプリ、はい、テニプリ誰推しでした。あの氷帝の押したりゆし君と向かう学徒君がすごい、なんで今台本にテニスとか書いてる急に。なんでテニプリの話になったら照れてんの。あのガチで恋してたんで、その頃は本当に思い出すと、はい、うちの海半も最近ね、ファッション誌のアンケート答えてんなってパッと見たら、好きなスポーツ選手のとこに藤君って書いてるからね。藤俊なんやったっけ、藤俊介くん、藤俊介って書いてたから、間違いではないけどおかしいやろ。スポーツ選手。まあそれに近いもんがあるよね。はい、さあ最後に、常識的な社会人としてこれは克服したり直した方がいいかなと思ってるところ、部屋の片付けが苦手、本当の本当に苦手と。ナナさん、仲間。最近はジムの会員証なくした。仲間だ、ね。仲間、私もやった一回。通えないんです。片付けしてくれるメイドさんが欲しい。メイドなんか雇ったら余計片付けしなくなってね。あ、そっか。できなくなるでしょ。もらえてなくなる。だいたいジムの会員証なくすってどういうことなの。なんかないんですよね。おかしい。まずピーってね、会員行った時にそれカード入れとか財布にしまうはずなのに。はい。そっからもう片付けができてないっていうことなんだよね。そうだから片付けできない人は財布に戻さないんだよね、うん、なんかジムに持ってったちっちゃいカバンに入れちゃって、うん、そう、まさにまたどっかに置いてみたいな。雑雑な女子。大型です、はい、僕なんか使ったらすぐ、僕も大型やで、あれ？でも大型やけどきっちりカードこうなんか入れて、あらら、札もだってお札も汚れてる順に並べてってるから。汚れてるの、なんでそれみんな引くの。汚れてるのなるべく使っていたやつ、きれいな札だけ財布に残したやん。だからいつも残してってるよ、あのきれいな順、汚い順に並べてってるよ、気にしたことないよね。向きだけ揃えてあと終了です。いやだいやだ、向きも揃えないよ、そんな。失礼しました。いやだいやだ、もうわかりました。はい、はい、じゃあですね、委員長、はい、まあそんなに変なところなかったですけど、いや、薬の処方をじゃあここでお願いいたします。ちょっとですね、まあ時間がなかったので、はい、この後ちょっと僕ちょっとだけしか調べてないんですが、うんうん、胸部 X 線で、はい、X 線のちょっとレントゲン、触らない触らない、胸部 X 線ちょっと乳腺張ってるかなと。さっきちょっとね、はい、目を見てね、目ちょっと白目見たらちょっと乳腺張ってそうな気がするので、この後の胸部 X 線を
うち機械が古いので全部脱いでいただいて。じゃあ先生それ私やりますんで。あなたレントゲン映らないので。いやなんてことを私が代わりにやるっつってんの。わかりました。先生入らないでください、はい、そんな感じです。はい、じゃあ、はい、まゆちゃんそんな大事にするところはないとは思うんですけれども。はい、言い方、お胸だけは、はい、前田さんから守ってくださいね。かしこまりました。はい、はい、では最後にまゆちゃんからリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、もうとっても緊張しておりましたけれども、奈良さんも前田さんもとっても優しくて安心いたしました。いいえ、ありがとうございました。はい、ギャルガンプレイしてください。はい、あとですね、ブログやツイッターやっておりますので、もしよろしければ今後の活動も見守っていただけたら嬉しいです。今日はありがとうございました。ということで、はるみやまゆさん、今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございます。以上、おしゃべりクリニックのコーナーでした。ラジオレレレの錬金術師。あのバカゲーが新要素満載でプレイステーション3に登場。海からイルミネーション、二人のデスティネーション。一日限定の超モテ男になった主人公天蔵は、今日中に告白しないと一生彼女ができない。70人を超える女の子たちをフェロモンショットで薙ぎ払え。プレイステーション3専用ソフト、ギャルガン。アルケミスト。実は彼女に表裏がありました。 ADV プレイステーションポータブル専用ソフト、俺の彼女のラオモテピュアスイートハート、好評発売中。このソフトは清く正しい兄弟の絆を描いた清く正しいゲームです。ぜひ買って確かめてください。木下ひよりと大島八重の勝手に生 CM。 さあ始まりました、勝手に生 CM。 このところジョジョ園で焼肉をお腹いっぱい食べる夢を見てよだれで枕を濡らしているこの二人に登場してもらいましょう。はい、東京スクロールミュージック専門学校声優コース2年の、よだれまみれの木下ひよりです。同じくよだれまみれまみれまみれの声優コース2年、大島八重です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だらり、あ、そのよだれがね、さらしそうになるかどうかもわからないからね。だらりだらり、あ、大人の僕らでもね、なかなか叙々苑のね、お肉なんてね、口にすることはできないやつだけど、学生の身でね、そんなそう簡単にはね。いや、頑張りましょう、頑張りましょう。夢で終わるかもしれないじゃん。あー、そんな、やめて、やめてください。はいよ。はい、はい、じゃあですね、2人でこのコーナー、簡単に説明してください、うん、了解しました。この勝手に生 CM では、さまざまなコンテンツを私たち2人が、生 CM 風に熱くアピールいたします。はい、前田さんと井上さんが私たちの紹介した商品を、あー、これいいよね、これすごい欲しいと思われた場合、そのプライスが毎回加算されます。チャリーン。加算された金額によって最後に私たちは、ジョジョ園の美味しいものをご馳走していただけるというとっても素敵なコーナーでございます。ペロリペロリジュルリ。いつから限定されてるんだからそんなもう第1回振り返ったらそんなこと一言も言ってんやん。何店限定してるかな、肉と店をな、うん、ね、はい、そんなに焼肉がいいの。いや、お肉がいいですね、やっぱりお肉はね、夢のね、そうなの、夢の食べ物ですよ。そんなに食べれてない、梅肉でええやろ、もう梅肉やったらあかんのか、梅の肉で。そんな、そこはもう梅肉やったらもう唾液なくなるぐらい食べさせたの。いや次の日こう自慢したいんですよね、聞いて、昨日ジョジョに。いや、そのミニコントいらんお前のミニコントいらん。すごい食べたいんですよ、はい、じゃあね、おさらいをしましょう。前回の商品は、うん、ゲストで登場していただきました野村まゆかちゃんもキャラクターボイスで出演している、はい、美少女カードゲーム RPG、うん、エンジェルマスターでした、うん、こちらは基本的に無料で遊べるスマホのアプリだったので2人のプレゼンを含めてゲームアプリにお値段をつけました、うん、まゆかちゃんにもお手伝いしていただいた結果、前田さんが450円、はい、そして私が315円、はい、よってこれまでの累計金額は
19,205円となっております、はい、ありがとうございます。立派な大金じゃないですか、ね、ありがたい。学生さんにとってはさらにね。そうですね。何が買えるんだろう。ジョジョ園かな。限定すな。じゃあですね、まあ今回最後になりますよ、ね、うん、はい、今回はですね、最終プレゼントということで、うん、いや原点に立ち返って、うん、私たち2人の自己アピールにプライスをつけていただきたいと思ってるんですけど、わーい、やってたー、やってたー、いいよー、今さら、え、もう10回ある意味もう自己アピールみたいもう大丈夫、うん、もうあのね、自己アピールってあなたの前自己の字が違うからこうして事故、こうして事故とあっちの方が事故やからな。うまいこと言ってもダメですよ。うまかった。じゃあいや、どっちかろうか。お前にうまい言われても嬉しないわ。いや、今回ここに来てまだ自己アピールするか。ちょっと細かいとこまで。知りたない。細かいとこまで知りたい。細かいとこまで知りたない。もう大きくでいいよ。もっと私たちのことを知ってほしいんです。今後のため、今後まあ最後ここに来て自己アピール、え、最後なんて言わないでくださいよ。自己アピールをして、それに対してお値段をつけるらしい、はい、え、そうです。え、つまりその自己アピールの内容につけるの、それともあなたたちにつけるの、あなたたちを買うかどうかってこと。いや、まあ、一家に一台大島、まあね、木下をみたいな感じですよね。一家に一台4円ぐらいでいいから。いやいや、ちょっと待ってください。いやいや、こんな燃費悪いの置いたらどれだけ。そんなことないですよ。ガソリン食わさなあかん。いや、もうこれから走れへんくせに飯食うから。そんなことないですよ。ほんま？いや、もうすごい役立ちますよ。全速力で走ります。遅いやん、すぐ休憩する。何でも飛ばしますよ。何でも飛ばすよ。じゃあね、やってもらいましょうかね、はい、まずはどっちから行くのかな。やいちゃんか。ダダダダ、はい、はい、もうダダダダダやな。もう尺取り虫やな、お前。尺ばっかり取るな。いや、走ってきたんですよ。分かったよ。もう行け、自己アピール。笑ってる、笑ってるね。それでは、大島やいちゃんの自己アピールです。はい、どうぞ。はい。今回紹介します、超音波プリンセス、大島やえんざでーす。どうもどうも、こんにちは。パフパフ、どうも、こんにちは、こんにちは。どうも、よろしくお願いします。はい、このね、大島やえんざはですね続けていいよ、笑わずに続けて。はい、まずあなたたちをとても警戒すると思います。最初はね、最初はまあ誰でもそうですよね。しかしこれらを用意しておけば安心です。それは何かというと、なんだ、黄色、なるほど、ほのぼんボンバーマン、美女と野獣の3つです。はい、わ、もう分かりますよね。分かります。はい。もうこの3つを用意しておけば、もう必ず心バーンと開くこと間違いなしです。なるほど。扉がオープンするわけですね。バーンと開きますよ。ということは、俺の場合あんまり知りたくないよ。その3つを全力で用意せんちょっと待ってください。いや、逆で考えれば。そんなことはしないって分かってますよ。だって僕、ボンボンボンは用意しない。ボンバーバン。まあ、そうですね。まあ、用意しづらいと思ったので、はい、ホムブン、ブンブンの他に黄色と美女と野獣をこう持ってきたという、この私のナイスなセンスで次いきます。うん、はい。ナイスなセンス。はい。この超音波プリンス大島野猿座はですね、こんな特徴があります。はい、まず第1に。ででん。この高い声で、小さい女の子から男の子まで何でもやります。なるほど。お兄ちゃん、お姉ちゃんと呼んでほしいときはいつでも言ってください。なるほど。次いきます。はい、ダダン。2、黄色がとにかく好きで、はい、黄色いものに何でも反応しちゃうんですが、うん、黄色ってお金が貯まる色ってよく言うじゃないですか。なるほど、なるほど。なのでお金も貯まっちゃいます。なるほど。うわ、いいことずくめ。第3、ダダン。人並みにお料理ができちゃいます。もうタピル頑張って。もっとお料理ができちゃいます。前食べたからね。そうです、うん、美味しかった、はい、もうこれは母の教えなんでね、とってもお袋の味が出せますよ。ほっこりするね、はい、そうです、うん、そして 4! まだあるの、うん、ででまだあります。 4! 野菜がとても好きなので低コストで育成ができちゃいます。なるほど、いいこと。わあ、低コスト、いいこと。頑張って頑張ってるよ。し、第5、でで、最近パーマをかけたので最近パーマをかけたのでふわふわの羊みたいで、わー、癒し効果。ほらほら、触ってみますか。そこいらんやろ。そんなことないですよ。これも私の嘘です、う
そう。第 6?6 もあるの普通3か5やろいっぱい紹介したいところがいっぱいあるんですお前らゲストコーナーより長いってどういうことやねん。待って、何ですか先に教えて何まである？9個もあります。なんで止め止め誰がチェックせえ。あれれれれあれれれれ普通3から5やろ。第6、声が大きいからもしあなたが倒れた時、ひったくりに会った時、遠くの人に呼びかけたい時にとても役立ちます。そういうやつをおーい。そりゃそうだ、実際声で泣くねん、びっくりして。はい、次、7。はい、はい、そして7。朝は弱くて夜は夜更かし。そんな子を規則正しくしつけてあげましょう、はい。あなたの日常も一緒に改善されちゃいまーす。はい、8。第8位、宇宙が大好きです。時々外に連れ出して、はい、夜空を見上げて一緒にロマンチックな気持ちを味わいましょう。はい、9。そして、ここですよ。今なら、うん、この、超音波プリンス大島野猿山の自慢の実家のおネギとお米もつけて、うん、もうこれここだけのここだけについてるものですよ、うん、はいはい、うん、とってもなんやねん一番肝心なとこどないしたいやちょっと気持ちが高まっちゃう。どこで終わらせればいいのかちょっと分からないんですけど、最後の最後に大島家の自慢のおネギとお米がついてきてとっても美味しいこのコース、うん、うん、コース、それが超音波プリンス大島野猿山、よろしくお願いします。素敵もういいとこいいとこいっぱいある。3つでよかったんちゃうかな、料理とおネギとなんかでよかったんちゃうかな、元気なとこと9個もいらんかった思うのよ。頑張って書いたんです。あのちなみに9個目、まあはい、野菜作ってお米作ってる、そうです、ありますよね。ちなみに畑をお持ちなんですよね、ご実家は、はい、畑を、畑ございます。畑は実際どれぐらいの大きさなのかな、うん、あれお父さんに聞いたら、うん、そんな詳しくない、大体大体東京ドーム1個分と3分の1。うわー、東京ドーム1個さらに3分の1から後楽園遊園地まで入れる、うん、わー、お買い上げお買い上げ、大島屋へお買い上げあれ僕 こんな安い買い物ないかもわからないな。あれ私この記憶いなかった。いや、お買い上げ、ご苦労様、お買い上げ。あ、でもここは大島屋へ買うよりもお父さん買った方がいいと思います。長女やったっけ。あ、長女です。お買い上げお買い上げ、僕前田生に別に会いたくないんで大島になります。大島になりますか。大島登るで。 ありがとうございます。じゃあ毎朝お兄ちゃんで起こしましょう。いやいや、いいです。起こさなくそっとしといてくれて、僕はそっとしといて、面倒見なくていいです。いや、おかしいな。はい、ご苦労さんです。まあ、まだね、ここから、はい、次よりちゃん行きますからね。行きましょうか。はい、はい、あの薪が入ってますよ。そりゃそうでしょう。そうです、ね、誰のせいだか分かってます。はい、はい、そうそう、大島です。はい、じゃあよりちゃん、相方のケツを拭いてください。はい、お願いします。今回紹介しますのは、最近東京で流行ってるペット、いにしえに伝わりしスーパーヒーローよりちゃん EX というものでございます。イエーイ、イエーイ、パフパフ。大きさは152センチ、重さはリンゴ3つ分となっております。本当、はい、特徴、目がクリクリしている、うん、マスコットキャラのように可愛らしい体型、大切、可愛らしい体型でございます、うん、強そうな腕やももはい、これが説明書となっておりますね。かわいい、かわいい、はい、頭は悪いが、妄想力は世界一、はい、はい、胸には夢と希望が詰まっています。おで、お腹ですが、燃費が悪い、はい、足は世界一のハイキックを繰り出す。かわいい。足の大きさは 22.5 センチ。意外とちっちゃいこれがイニシエに伝わりしてスーパーヒーローよりちゃん EX の実態でございます。絵がうまいでですね、はい、長いよこれも来たよ、りちゃん EX の捕獲方法でございます、はい、まず海に行き、とわみを投げ入れます。3秒ぐらい時間を置いた後、はい、こらっしゅ、えんやこらっしゅという掛け声をかけながら網を引き上げます。この時に掛け声を全力でやらないとハイキックが飛んできます。全力のはい、こらっしゅ、えんやこーらしで、見事いおりちゃんをゲッチュしましたら、まずギャップのパーカーを着せてあげてください。それ以外は受け付けず、おはようございます、それ以外は受け付けず、あの死んでしまいますので、あのギャップのパーカーをおはようございます。続けて、はい、続けて
そしていおりちゃんを家に持ち帰り生活をしていくにあたっていくつか注意点がございます。海の中にいたため大量の海水を飲んでいるので、お兄ちゃん起きて、お兄ちゃん、なるほど、多少水ぶくれがしていますが、体型には触れないであげてください。それは本当のいおりちゃんの姿ではございません。体型に触れてしまった場合ハイキックが飛んできます。怖い。はい、女の子には、女の子の割に声が大変低いですが、決しておっさんではございません。間違っても、おっさんやないかいなどと言ってはいけません。ハイキックが飛んできます。月に一度ジムに行かせてあげてください。ストレスが溜まり、ハイキックが飛んできます。大変だ。はい。そしてなんと、いにしえに伝わりし、スーパーいおりちゃん EX は、今が旬なので、今の時期に捕獲すると漏れなく、ハイキックが飛んできます。わー、素晴らしい。これが、巷で噂のスーパーヒーローいおりちゃん EX でございます。まとめてみました。わーわーわー、あれ、あのね、あれ、こんな長い説明聞いたな、家買う時の銀行以来ね、皆さん家買った方は分かるけど、それぐらいわけやからこと長いこと喋られた。いやー、すごいお得。結局スーパーキックしか頭に残ってない。蹴りが強いねんなぐらいしか残ってないし、いやー、土地がでかいなしか残ってないですよ。結局は考えた結果、東京ドーム、東京ドームって何。さあ、ナナちゃんどうするんやったっけ。はい、これはですね、今回一人ずつにお値段をつけることになってますので、うん、はい、前田さんが八重ちゃんに、うん、私が八重ちゃんに、うん、そして前田さんがよりちゃんに、うん、私がよりちゃんにということで、4つ値段がつきます。おおおお、計算で、これは金額なの。そう、金額ですね。難しいな。買うか買わないかではなく、買う前提でいくらにするかって話です、うんうん、まあね、僕先ほど言った通り、はい、八重ちゃん的にはね、もうそれはもうお買い得なんだって、うん、素敵な、素敵なものが、うん、そやな、でもな、ちょっと待ってね、ここまでの交通費ちょっと僕じゃあいつものお決まりのセリフをお願いしますよ。はい、はい、はい、いますよ。それでは前田さんからお願いします。前田さん、今回のプレゼン、ハウマッチ。880円。まず八重ちゃんが、八重ちゃん880円、はい、そしていおりちゃんは、いおりちゃんはですね、580円で。おお、値段がついた。金額的な説明しますと、はい、580円というのは僕のここのスタジオまで来るまでの往復の地下鉄の値段でございまして、往復ですね、往復の、で、これが580円と、はい、で、八重ちゃんの前はなぜ300円プラスされたというと、はい、ここまで来るまでのカロリーの減ったのと靴の可動、かかとの減り具合を出させていただきました。おろろろろ、労力を、労力をね、300円プラスさせていただきました。ありがとうございます。はい、わかりました。はい、その頑張り無駄にはしません。まあでも880円でそれだけの土地が手に入ると思ったらもうそんな。うん、ありがとうございます。はい、めっちゃ。あの、皆さん聞いた方わからないと思います。この二人ね、ラジオでもすごく動くんですよ。動くんですよ、すごく。机がこ。はい、待って待って、今の時点でもう、うん、あれで、あれ、2万いってるね、やった。まあ、それはね、65円、人様のね、 お子様ですから、ね、0円っていうのもね、僕一瞬0円も考えたんですよ。お母様がマイナスにしてやろうかな。パパの前にか、ほんまや。それでは、私の方ですかね。はい、はい、はい、では続いて井上さんお願いします。井上さん、今回のプレゼン、ハウマッチ。八重ちゃんが740円。おお。いおりちゃんが750円。おお、やったねー。前田さんにいいお値段つけてもらったまん。あ、そう、あと740円も高いもん。こっからですね、大人の話になりますけど、はい、君たちのすごい尺取っていつも編集が大変という人件費をまず引かせていただこうかな。あ、ちょ、あ、ちょ、人件費をまず、まだ、まだ今合計何倍やったっけ。うん、待ってくださいね、1、22,150円。はい、じゃあこっから、人件費引いて、そうですね、10回分ということで、かなりね、労働がかかってるんで、1収録2000円とし、あ、まあ、1000円、500円としましょうか、1収録。それで5000円引きます。あれ、はい、ほんで、
それにかかったスタジオ代。まあ200円ぐらいにして200円、まあ、僕はまあこんな感じでええんちゃうかなと思いますけど。お一人ですなるほど、お願いします、お願いします、これさ計算ややこしくなってない？大丈夫ちゃんとメモってる？いい？じゃあ私はまあ二人の今までの頑張りにそうだな、一回100円ぐらいプラスして1000円を戻しましょう、うん、優しい優しい、そんで、はい、計算して学生ちゃん、あなたたちの未来に2000円あげよう、はい、ああ、このややこしさ2万、はい、18,155円、はい、おお、55円、はあ、はい、なるほど、はい、いやどっちにしてもって結構な額いきましたね、はい、じゃあまとめましょうか、ありがとうございます、はい、はい、では、最終的な獲得金額、うん、だらだら言っておりましたが、はい、前回までの累計金額19,205円と合計したり引いたりなんたりした結果、はい、18,155円になりました、はい、わー、ありがとうございます、ごちそうさまです、おいしいものが、じゃあ何を食べたいですか、何、お肉食べたい、お肉と野菜が食べたい、さっきやいちゃん野菜だけでいいって言ってたな、うー、野菜しか食べれない、その分私がお肉を食べさせていただきます、野菜とお肉が食べれるところといえばまあ焼肉、焼肉かしゃぶしゃぶか、やったー、とにかく身につくパワーになりたいんでしょ、パワーつくもの、身につくものを食したい、筋肉にスタミナを、うん、これからギムラは頑張っていく上でやろ、はい、そうです、ってことは焼肉以上にもっと身につくものがあるのよ、パワー出るものが、それは何かというと、はい、僕たち、うん、前田昇と井上奈良と、うん、はい、お食事に行って、はい、いろんなね、うん、話聞く方が身につくんじゃないの、焼肉とどっち取る、いや、もうお話です、後者を選ばせていただきます、あれ計算違うぞこの子たち素直、計算違うぞ、いやもうここ意外と子供らしいとこあるぞ、素直が一番でございます、いやもうプライスレスあれじゃ あこの18,155円、うん、で4人であって、うん、4人でご飯に行きましょう、やったそこでね、僕らが今まで経験してきたものとかね、すいません前田さん、うん、あの外で、うん、ギャル版の2人が私たちも連れてけと6人で、おおい、ちょっとすいませんリーズナブルなお食事になりますがよろしいでしょうか、18,155円を割る6人したら、どうしたんなっちゃう、あいつら顔がいい分得してんだよ、1人3000円ぐらいで、ダメだ、あいつら顔がいい分毎日得してんだよ、お前らキャラ立ってるから大丈夫だよはい、じゃあですね、次回このコーナー、はい、本当の最終回になりますが、はい、この獲得金額で何を食べてきたか、そして、うん、私たちとどんな話をしたかっていうのをレポートしてもらいたいと思います、はい、お楽しみに、以上勝手に生 CM でした、ラジオレレレの錬金術師なの、してきましたラジオレレレの錬金術師第89回、いかがだったでしょうか、いやもうお腹いっぱいです今回は、ね、お腹いっぱいの回ですよ、まあ、まゆちゃんの時もね、うん、いろいろ話を聞きましたし、はい、おっぱいの話聞きましたし、うん、こっちもこっちで、うん、もうなんかお腹いっぱい、ちょっと食当たり起こしてるぐらいです、いやこれからですはい、わかりました、これからです、はい、はい、じゃあですね、前田さんお知らせ、ちょっとだけお知らせがあります、はい、前回も言いましたが、僕たちハリケーンズがですね、毎月新作漫才会をやります、うん、30分の、短いイベントでして、毎月新ネタを下ろしていきます、500円です、毎月場所が違いますので、僕の、Twitter などをご覧ください、よろしくお願いします、はい、はい、ではいおりちゃん今回のプレゼントの紹介と宛先をお願いします、はい、この番組では皆さんからのメッセージを大募集しています、普通おったや番組への感想などどんなものでも OK です、メールを送っていただいたいただいた方の中から抽選で毎回素敵なプレゼントをお送りしています、
今回はゲストでお越しいただいた、春宮真由さんからいただいた、サイン色紙を1名の方にプレゼントいたします。メールアドレスはレレアットマークアルケミスト -net.co.jp レレアットマークアルケミスト -net.co.jp レレレの錬金術師のホームページからホームページのメールフォームから送ることができます。皆さんどんどん送ってきてください。はい、ということでいよいよ来月はレレ金のガールズは最後の回になるわけですね。4人とも発表ですよ。はい、もうベストの状態でね、はい、来てくださいね。はい、風邪ようによろしくお願いします。はい、ということで今回はここまでです。お相手はハリケーンズ前田と井上奈々と東京スクールオブミュージック専門学校声優コース2年ごちそうさまです。木下伊織と同じく声優コース2年のごちそうさまです、大島八重でした。それでは次回までバイバイ。ラジオレレレの錬金術師、この番組はアルケミストの提供でお送りしました。